こんばんは。今日は地球温暖化、二酸化炭素増加説への疑念として、現在の原油価格高騰による謎の環境問題に逆らった世の中の流れについてお話したいと思います。今ですね、原油高が進んでおりまして、ガソリンをはじめとした石油の値段が高騰しているということが、報道されております。実際ですね、ガソリンの価格、石油の価格が上昇するというところで、車を使っている方はですね、石油の、ガソリンの値段が高くなっているというところで弊害を持たれていると思われますし、あと物の値段がですね、石油高の影響で上がってきています。でちょうど前回ですね、私たちがもし仮に二酸化炭素増加説、地球温暖化しているのが二酸化炭素が犯人だと決めつけるのであれば、大元である石油の産出量、発掘量を下げないと、もう熱暴走によって地球の温暖化は止まらないのではないかという話をさせていただきました。私個人は二酸化炭素が犯人である可能性は極めて低く、その他の要因もしっかりと吟味した上でですね、二酸化炭素が本当に唯一の真の犯人なのかというところを突き止める必要があるのではないかというふうな話をしてきました。で前回はですね、100歩譲ったとして、もし、二酸化炭素が犯人だと仮にした場合ですね、もちろん可能性はゼロではないんで、赤外光を吸収する二酸化炭素が温室効果ガスと呼ばれているということ自体は事実ですので、その可能性は否定はできないんですけども、100% はですね、もし仮に二酸化炭素が犯人だと仮定して話をさせていただいたときに、今のままだとですよ、水道の蛇口をひねって石油がもし出てきたとする、たくさん。そのたくさん出てくる石油の使い道をですね、例えば再生可能エネルギーに変えるというふうな使い道をしたところで、100の石油を発掘してそれを使えばですよ、もう出てくる二酸化炭素の量は決まってるわけです。それを何に使おうか、だって100も出てるわけですからね。それが必ず酸素と反応して CO2 になって、この空気中に二酸化炭素が放出されるというところになるので、二酸化炭素の大元の発掘量を止めてしまわない限り、水道で例えれば水道の蛇口を少し閉めてですね、水道の蛇口を閉めて出てくる石油の量を少なくしないと、この二酸化炭素増加説による地球温暖化を止めることはできないというふうなお話をしました。で今世界で何が起こってるかっていうと、それをやってるわけです。それは意図的にやってるわけではないんですが、要は需要、欲しいと思っている石油の量に対して供給ですね、供給する石油の量が少ないので増加してるわけです。完全に石油の発掘量が少なくなったかどうかはちょっと、調べていませんけども、単純に言えば石油が供給する石油の量が欲しいと思っている量に対して少ない状況が今続いているので、石油がどんどん値上がりしていってるというふうになります。じゃあ石油が値上がりすればどうなるかっていうと、物の価格が今上がっていってます。それは石油や、ガソリンや灯油といった私たちが日常使うものだけではなくて、それこそ前回も申し上げた通り、輸送費とか移動費とか、また製品を作るのに必要なエネルギー代、こういったものも全て、石油のエネルギー、石油の値段が関係してくるからですね。今はもうほとんどが化石燃料を使ったエネルギー、もしくは原子力等のエネルギーによってこの社会のインフラが成り立っているので、そういった化石燃料が、欲しい化石燃料に対してその
供給量が減るとですね、このような形で、インフレが起こってくると。で、物の値段が上がると私たちの給与は基本的にはですよ、今上がってない状況なので、もう家計を圧迫するというふうな悪循環になってしまっているというところです。で、何が言いたいかっていうと、地球温暖化が二酸化炭素増加説によると主張する方は、今のような状況を今後考えていかないといけないというところをしっかり頭に入れてほしいというところです。要は水道の蛇口を閉める、要は石油の発掘量、産出量を減らす方向に持っていかない限りは、二酸化炭素、まあ、化石燃料を使うのでですね、二酸化炭素の量は増え続けます。なので私たちはもし二酸化炭素を発生させないようにするためには、水槽の蛇口を閉めるしかないんです。前も言いました通り、まあ、単純に言えば、まあ、アラブ諸国に行って、石油の発掘量を少なくしてください、最終的にはゼロにしてくださいというふうに頼み込まないといけないという話をしましたが、実際ですね、もしそれをしたとして石油の供給量が少なくなれば、物の値段がどん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 上がっていきますし、私たちの生活はますます苦しくなる。そして私たちが使っている暖房器具や冷房器具というものの使うのもですね、少しずつこう抑えていかないといけなくなる世の中が来るというところになります。なのにですよ、今地球温暖化、まあ、二酸化炭素増加説を唱えている人たちは、今こそですよ、今こそ、いやいや、この世の中が理想的なんだと、日本やアメリカ、中国、まあ、韓国もそうですかね、各国がですね、自分たちが持っている石油、備蓄しているものを出すので、石油の高騰を抑えようとするような流れも来てますけども、ここに文句を言うべきですよね。だってそうじゃないですか、これをまた同じだけの供給量を与えてしまえば、その化石燃料を使うっていうことをもう暗に意味するわけですので、ますます二酸化炭素が出ます。本来であれば、二酸化炭素増加説で地球温暖化しているからけしからんって言ってる人たちは、今の状況を喜んで石油の備蓄を出すなんて、これこそ二酸化炭素を増加させることではないかというふうにもう怒ってですね、それをやめさせるようなことをしないといけない。なのにマスコミも含めてそういった運動されている方もだんまりじゃないですか。こうやって減らしていかないといけないんですよ、二酸化炭素がもし犯人であればですね。でもそれは言わない。なぜかというと、物の高騰、物の値段が高騰することをいいと思ってないですし、作り上げているエネルギーがないと私たちは暖房や冷房、こういったあとは快適な生活というのができないので、それをやめてしまう、ちょっと不便な生活ですよね。そういったところに逆戻りしていくというところがもう今こう示されているわけなんですよね。ただそれは自分たちの生活が苦しくなるところに行ってしまうので、それは何も言わない。単純に水道は100ずっと石油を流し続けて、この流れている石油の中の使い道を再生可能エネルギーにすれば CO2 が減るという幻惑にとらわれているというところだと思います。実際は今の世の中の状況のように、石油の供給量を減らしていくことが唯一の二酸化炭素の増加を抑える方法ではあるにもかかわらず、二酸化炭素増加説を言ってる人は、こういったところに対しては、こういった時に対してはだんまりっていうのも非常に違和感を感じます。環境問題っていうのがですね、 3E という言葉があって、こちらですね、エナジー、まあ、エナジーっていうのはエネルギーですね。それこそ化石燃料で、エンバイロンメントっていうのは環境ですね。で、エコノミーっていうのが、経済。この頭文字3つの E がバランスよく保たれないと世の中はうまくいかないですというところで、どれが良くてもですね、この3つを成り立たせることができないので、
これをジレンマという言葉にちなんでトリレンマと言ったりもします。でも実際問題はトリレンマって言ったところで、私たち特に先進国ですよ、豊かな生活をしている人たちはもうこれイコノミーに尽きるわけですよ。経済に、経済が成り立たないと私たちの生活はどん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 悪くなっていって、その国の発展を妨げるというふうになるからです。なので、トリレンマといってこの3つのバランスが大切だよと、まあ、表面上はですよ、綺麗事として言ってるかもしれないんですけども、私たち先進国の人は経済中心で動いてるわけです。そうでしょ。これがないと、まあ明日買う、食事のお金がなければ私たちは暮らしていけないわけなので、経済が成り立たないと、私たちは生きていけない、まあ、経済が豊かになればですね、私たちも精神的な余裕が出てくるので、その時初めて、環境のことも考えられるし、エネルギー問題にも話ができると。要は経済が成り立たないとこの今の世界というのは成り立っていかないというふうになります。人間っていうのはですね、一回いい生活とか、まあ快適なものを手に入れた場合にそれに逆行するような流れに、あえて持っていくということはできないと思います。まあ、それが進化という言葉だと思うんですよね。進化するっていうことはある意味良い条件状態を整えたということが進化ですので、その進化を退化させてまで、環境問題を守っていこう、エネルギー問題を考えていこうというふうにはなれないわけですよね。それが今の石油の高騰で、各国があたふたしてて、さらには、二酸化炭素けしからんと言ってる人たちがだんまりというふうな非常に違和感のある状況になってしまっているというところになります。ですので、もしですね、環境問題、エネルギー問題、そしてこの地球温暖化の二酸化炭素増加に対して興味を持っている方、熱い気持ちを持っている方はですね、今の、この原油価格の高騰というのが将来のですね、世界の二酸化炭素排出の抑制となる石油供給量を止めた時の世の中がもっともっと今の状況よりももっともっとこう大変な状況になっていくのを覚悟する、そういったことまで、まあ私たち人間、特に先進国の人たちに求めるというところが、必要になってくるからですね、そこも踏まえて私たちは今後の、世界の在り方、地球の在り方を考えていかないといけないと思います。ただしこれはあくまでも、二酸化炭素が犯人だと仮定した場合です。二酸化炭素が犯人でなければそれはもう今の、原油高をですね、どう止めるかというところは、まあ、それぞれの各国がどういった思惑があるかとか、どういった形でこの困難さを乗り越えていくかというところにかかってくるので、まあ、政治的なところが大きく影響してくるのかなと思います。まあ、いずれにしろですね、今日申し上げたかったのは、今の、まあ、原油高というのは、実際は、地球温暖化の二酸化炭素増加説を、もし食い止めるためにはこのようなことが今後ずっと起こっていくことを覚悟していかないということ、それを分かった上でですね、もし二酸化炭素が犯人だというふうに決めつける人はですね、今後、こういったことも私たちは覚悟しましょうというところを訴えてですね、必ずしも今の生活を継続させながらですよ、快適な生活を継続させながら二酸化炭素を減らすなんてこれは無理な話なんですから、そこをしっかりと頭に入れてですね、まあ、主張していただきたいですし、そうでない方はですね、本当に二酸化炭素が犯人なのか、私たちはこういった生活を今後強いられていかないといけないのかということをしっかり考えた上でですね、地球温暖化の問題を考えていただけたらと思います。本日は以上になります。